育成選手の清宮虎太郎投手が今日支配下に登録されました。最速は161キロ、注目の右腕です。清宮選手は千葉の八千代松陰高校から2018年育成ドラフト1位で入団。去年はイースタンリーグで抑えを務め、セーブ王を獲得しています。6年目を迎えた今年はオープン戦で150キロ台のストレートを連発するなど、支配下登録へのアピールを続けてきました。背番号は135から79へ。最速161キロのストレートを武器に1軍に挑みます。まあ、1軍で活躍しないことには意味がないと思うので、1軍の舞台で勝利にとにかく貢献できるように頑張っていこうと思います。この球場で160を表示させたいですね。